皆さん野球楽しんでますか？今日は久保田スラッガーさんのグラブについてなんですけど、まあ、自分が今、この久保田スラッガーさん使うときにこの間言ったと思うんですけど、ちょっと手を浅めに、入れて使ってます。なかなか抜けないような感じになってるんですけど、そのポイントとしては、まあ、親指側深く入れて小指側は浅く入れるようにすると、ちょうどこの牛のマークあたりが、ちょうどいい感覚で使えるようになります。なんでそのために浅く入れるために、まあ自分手が小さいんですけど、浅く入れてもあまり落ちすぎないように、まあ緩いのが好きって方もいるんでしょうけど、まあその辺は人それぞれかなと思うんですけど、なのでここで見ても分かる通り、かぶせ止めをこのグラブに関してはしています。なので、親指をしっかり入れて小指側をちょっと浅めに入れても、小指側がかなり軽い力でついてきてくれる。もう親指を意識するだけで真ん中のポケットを使えるっていうような感じで、ほとんど力入れなくても小指側が動いてくれるんで、そういった感じの使い方をしてます。これかなりなんで片手だと抜けないようになってるんですけど、なのであまり深く入れすぎない、むしろ深く入れれないような、深く入れれないような、この閉じ、かぶせ閉じ、かぶせ止めをしています。皆さんは、手口ベルトはどんな風に止めてますでしょうか？